食べられます。うわー、あれさ、食べれる。やっぱこう比べてみたら全然違いますね。スイッチオンの匠にスイッチオンということでございますが、もちろん今日は今日はこれです。お、これこれ、何なんですか。キャンドル、ろうそくやんね。そうです、ろうそくです。使ったことは。キャンドル使うときはやっぱりちょっとこうムーディーな時計じゃないですか。はいはいはい、誰と行くんですか、それは。それはもう決まっ内緒ですよ。それ言えですよ。スイちゃん結婚してますよね。もちろんで、子供もいてますからね。そうですね。あ、そういったところは深掘りせんように奥さんこれではただのろうそくじゃないです。ただのろうそくではないです。ないの。はい、2回言いました僕。ということは重要やな、これは。はい、重要です。はあ、だからそのところに僕らが行くポイントがあるわけや。強ろうそくです。強ろうそく。はい、強ろうそく。そうです。あのね、はい、でもこのシリーズなんですけど、はい、ちょっとまあまあ悪い癖が出てるんですけど、何でも今日つけたらええみたいな雰囲気あるじゃないですか。この間の今日ここまでね。そうそうそう、ありました。そうでしょ。あれ？なんか今日つけといたらええやろみたいなね、空気が最近あるんですよ。まあ、そういうね、やっぱ違いはありますから、そんな言うたかて。まあそれは絶対違うんですよ。そうですそうです。そうです。そんだけこだわりもあるしね。で、そのあたりじゃあ今日は深く掘り下げていこうか。じゃあ行きましょう。はい、こちらがね、強ろうそく、株式会社中村ろうそくさんでございます。お邪魔します。あ、こんな感じでもうね、ここでは作業されてますけども、入り口のこんなちょっと看板もあったりしますけどもね。よろしくお願いします。今回の匠、高田さん親子でございます。よろしくお願いします。じゃあいろんなお話、まずはじゃあ息子さんの方に、はい、伺っていこうと思うんですけども、はい、その強ろうそくっていうのは、はい、そもそもこれどういうのなんですか。まあ、植物炉を 100% で京都で作っているのを強ろうそくと言っています。植物炉というのは、はい、だからその植物のなんか素材でと。そうですね、皆さんイメージされるのは大体洋ろうそくで、はい、誕生日ケーキとかでありますよね。はい、振ってするやつは石油系が材料で、あれパラフィンなんですけど、はい、うちのハゼロウから作ってるろうそくと、米ぬかで作ってるろうそくの2種類を 100% 植物炉で作ってるろうそく作っています。ちょっと今出来上がったやつあります。これとちょっと見比べてみてね、どんな違いがありますか。確かに、はい、少し、あ、いいですよ、はい。植物炉というのも初めて聞いたしね。植物炉やで。植物炉やね。食べれんじゃん。出た出た出た、食べ、あれ変ですよね。食べられます。うわー、あれさ、その返し出た、食べれる。食べますか。来た、ちょっとペロッといきますけど、後ほど後ほどねこの返し、ね、防腐剤になってるんですよ、僕らが使ってるのだから、袋に賞味期限って書いてあります。へー、じゃあ出来上がったやつもかじれる。全然大丈夫。かじれるってネズミとか食べますか。あ、そうですか。僕ネズミはないですけど、塩大丈夫ですか。大丈夫ほな、味見がお墨付きです。そうしまして、はいはい、こちらが昔ながらのハゼで作ってる和ろうそくになります。ハゼで作ってる和ろうそく、はい、ハゼっていうのはどこがハゼなんですか。この周りが、周りがこの中の太いのが芯ですね。芯は何ですね。芯は和紙の周りにイグサの髄が巻いてあるんですよ。イグサの髄と言いますと、はい、まだちょっとこちらにあります。スイちゃん、分からんワードがいっぱい出てきてる。いや、なかなか難しい。イグサはしてるけど、イグサの髄言うて髄は何すか。まあ、畳イグサとかのイグサの中を裂くと繊維みたいなのが出てくるんですけど、それが巻いてあるんですよ、和紙の周りに。あ、ほんでこの周りはハゼのロウです。ハゼのロウです。ハゼって何すか。ハゼって何ですか。ウルシカになるんですけど、植物ですね。はあ、これで完成品なんですね。そちらが、はい。特徴で言うたら、火力とか、消える消えへんとかで言うたら、やっぱりそういったところもあるんでしょ、なんか。火も消えないですね。で、消えないのも、まあ、仏事ごとに使うことが多いんで、やっぱりこの芯でやってしまうと立ち消えするっていうのが一番縁起が悪いんで、芯を太くして炎を上げないとダメなんです。なんで野外でキャンドルイベントするときとか、はい、お墓参りするときにはこちらの方が消えないんでよく使われます。でまたろうそくの形が全然違うんで、それ専用にまた、あ、こういうのもある。あ、ちょっとこれはすごいですね。ねえ、はあ。こちらはハゼじゃないんですけど、米ぬかで作ってるろうそくで、はい、まあ、キャンドルナイトとかそういうイベント用に、まあ、同じような感じで。そうですよね、これ全然大きさもね、全く一緒。はあ、でもなんか入ってる感じがやっぱりなんか芯の太さももちろん違うし、今これつけた堆肥は今はしない方がいい。あ、じゃあつけてみます。ちょうど、あ、これつけたい、まあ、全然いいですか。ちょっとこの堆肥でね、確かに。で、ここでね、
今のついてない。どこどこどこ。いやなんかこううまいことこうパンパンってこう切り替わってさ。急にやんのやめてくれ。これでやったらこう次おおとかそんなのないの編集で。やるんだったらやるって言うて。あの振らなあかんから。そうやね。これがいるからこれが。ね、はい。じゃあこれで。じゃあこれでやると多分火がついてる、はい、次のシーンがついてると思うが。はい。ついたー。でもあれですね。師匠あの炎の高さ大きさちゃいますね。なんでやっぱ野外とかやと風とかビルとビルの間とかで風が吹きさらしになるんでもうこの日やと簡単に消えます。へえ、ちょっとあったかなっていうのは多いですちょっと下が徐々にね、はい、これじゃ燃焼時間で言うたらどれぐらいですか。このキャンドルで言うと大体2時間ぐらい。2時間ぐらいは、はい、炎の色もやっぱりこう比べてみたら全然違いますね。ありがとうございます。なんかこう余計こう揺らぎの感じがなんかこうホッとするというか、はい、ね、癒し効果もありますね。そうですよね。じゃあ一回消しましょう。消しましょう。消しましょう。一回消しましょう。はい。じゃあちょっとね。はい。はい、でもこれもなかなか。あ、ほらほら。ほんまや。あ、今ちょっと今ね撮れてなかったけど。撮れてなかったの？ええところ。今一番ええところ。こうやった時に2回ぐらいの煽りで。100均はすぐ消えたけど。すぐ消えたけどやっぱり消えへんかった。消えへんかった。やっぱ間近でちゃんと見ると違いが本当にわかりますね。じゃあそのねろうそく和ろうそく強ろうそくなんですけど、はい、どうやって作ってあるんですか？材料から。材料ですね。はい、はい、じゃあ材料、はい、何でしたっけ、スイちゃん。材料は髄イグサの髄、芯の部分ですよ。あとは、はい、植物性の、はい、何でした、何だっけ、ボラじゃないわ魚と違うで、ハゼハゼハゼでしたね。ハゼです。ハゼです。ボラやね、そんな魚やからご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。